ジンジンとは、大麦、ライ麦、ジャガイモなどを原料とした蒸留酒。ジュニパーベリーの上に流すことによって香り付けがされているのが特徴的。日本の酒税法上はスピリッツに分類される。蒸留酒の中では、比較的、個性が強くない上、西ヨーロッパでは、古くから知られているため、そのまま飲むだけでなく、 カクテルの材料として最も多く使われているものの一つである。ウィリアム・ホガース、ビール通りと人横丁で描かれた人横丁18世紀、産業革命に前後してロンドンなどの大都市に労働者が流入しスラム街が形成された。そして低所得者の間に人中毒とも言える現象が起こっていた。ウィリアム・ホガースの同伴がビール通りと人横丁は このようなイメージから生まれたものであり、健康的なビール通りと対比した堕落し、悪徳にまみれた街を人横丁として描いている。19世紀に入ると人とそれにまつわる社会悪に関する関心が高まり、1830年代のアンチスピリット運動へと発展していった。人は価格が安い割にアルコール度数が高く、酔いが早かった。このため、 労働者や庶民の酒、ひいては不道徳な酒というイメージがあり、貴族や富裕な紳士、健全なものの飲む酒ではないとされた。当時、花婿の出費会計書に人の名が入っていたことを知った花嫁の親が婚約を解消したという逸話があるほどである。19世紀後半を舞台とした。 シャーロック・ホームズシリーズにおいても、ホームズとワトソンといった社会的地位を持つ登場人物がジンを口にするシーンはない。対照的に唇のねじれた男においてアヘンクツへ向かうワトソンがジムを提供する、酒場の間の道を通っていくシーンがあることからも、当時のロンドンにおけるジンの扱いイメージがうかがいしれる。一方で、 現在まで続くジンの銘柄タンカレーの創業者であるチャールズタンカレーが1830年高級なジン作りを志してロンドンに上流症を起こした。これ以降品質やイメージは徐々に向上していった。20世紀にはカクテルベースとして上流階級の間でも一般的になり名門貴族の出であるウィンストン・チャーチルなどは ほとんどストレートのジンに近い特注のエクストラドライ、マティーニを愛飲していたという。日本で初めてジンが上流されたのは、フランス革命戦争で本国を失い補給を断たれた、長崎で江島のオランダ人のために、長崎奉行所のシゲルデンの神ンが、文化9年にオランダ人の協力を得て、ジンやブランデー、ビールを作ったのが、始まりと言われている。 当時カピタンだったヘンドリック・ドゥーフの日本海層録にはその時の経緯とネズの匂いが強すぎてあまりいい出来ではなかったという感想が記されている。近年では2008年にシップスミス上流所がロンドンで200年ぶりに同性の上流機を稼働して大きな話題となったことがきっかけで英国内で人の流行が始まり小規模な上流所による高品質。 個性的なジンが、クラフトビールに習って、クラフトジンと呼ばれるようになった。2008年には、英国内に12しかなかった、ジン蒸留所は2018年には450以上にもなった。そして世界的なウイスキーの原種不足もあって、英国内でのジンの流行が、世界的な流行につながり、日本でもクラフトジン専門の蒸留所が新設されたり、日本酒、 小中の蔵元が人製造に参入し始めている。これにより日本の人輸出額が急拡大し、2017年には大前年比で43倍の6億4000万円を輸出し、翌2018年には大前年比3倍となる19億9000万円を輸出し、ほぼ皆無であった人の輸出がわずか2年で小中の輸出額を超えて上流種としては、 ジャパニーズウイスキーに次ぐ輸出額となった。また、日本のジン輸入額も増加しており、2016年に約19億円と過去最高となった。2020年、日本において、新型コロナウイルス COVID-19 の流行により、クラフトビールが売れ残る事態が続出。続いて、ビールからジンを作り出す運動が発生した。ゴードンズ。 タンカレービーフィーターヘンドリックスジンボンベーサファイア、ありがとうございます。